はい、あ、じゃあ画面って。あ、じゃあいいですか、切り替えます。はい。はい、では、シエライト B セールということで、新井さんの方からよろしくお願いします。はい、あ、拍手お願いします。そうですね、最初に皆さんお聞きしたいのは、CLI の使用書を読まれたことある人、挙手。読むとは、読むとはっていう。まあ、読んだことでもいいです。読んだことあるっていう。なかなかだって。はい、ありがとうございます。ということはほとんど知らないという、そういう話なんですけど、このスライドが要は標準化のことを簡単にまとめてて、CLI はコモンランゲージインフラストラクチャーで、ISO と ECMA で標準化されてます。で、ISO と ECMA からは英語版がフリーダウンロードできます。で、日本語では JIS で販売をしてます。で、そもそも要はこの CLI っていうのを読まないと、要は CLR も DCA もよくわからん、こういう話になります。で、何書いてあるっていうと、JIS ではこういうふうに6章になってます。で、一番やっぱり読まないといけないのが第1章かな。で、第1章で例えば共通言語基盤って何で、共通言語仕様って何、共通型システム、コモンタイプシステムって何、こんなことが全部書いてます。で、じゃあこの基盤概要っていうところを見ていくと、必ずタイプシステム出てきます。で、コモンタイプシステムは BCA ベースクラスライブラリーの基礎になります。で、ここをちゃんと理解しないとなぜこうなってるってよくわからない。で、書いてあることはすぐに当たり前のことしか書いてない。標準仕様ですから、要は実装のことを書いてないんですよね。当たり前ですけどね。要は実装は実装者がやれと、どういうテクニックを使うかわからないけどやってね。で、ただこの中で書かれているのは、ここではバーチャルエグゼキューションシステムっていったものを使ってコモンタイプシステムを強制をして、で、コードを実行します。で、その場合のコードっていうのが、IL って言われてるインターミディエイトランゲージですね。で、この使用書をよく読んでいただくと分かりますけれども、IL もメタデータの一つです。で、IL っていうのは仮想のスタックマシン、それに対する命令です。で、じゃあこのメタデータを格納するっていったものが、第2章に書かれています。で、物理的なフォーマットは Windows の P フォーマット、この中に書いている。で、このスライドは、このスライドをちょっと見といてほしいのは、コモンタイプシステムの一部がコモンランゲージスペシフィケーション、要は言語間の共通化の仕様ですね。それは共通型システムの中の一部分だ。で、実はこのスライドで実装上の問題なんですけども、こことここっていうのは呼び出しが行ったり来たりします。要は実行エンジンは型のことを知らないといけない。で、なぜかというと、ガベージコレクターでメモリのコンプレッションしたりしますよね。っていうことは、オブジェクトのメモリーコードを知らないといけないんですよ。っていうことは、オブジェクトの型を知ってるのはコモンタイプシステムですよね。で、コモンタイプシステムは今度逆に、例えば明示的にガベージコレクターを取ったりしないっていうことは、実行エンジンとコモンタイプシステムの間は密に双方向で見出しが可能じゃないっていうのがあるわけです。で、C シャープとかでよくネイティブコードの間でインタロップをやるわけですけども、その通常のインタロップのメカニズムに満たすとコストが大きすぎるんですよ。そうすると、この間のコモンタイプシステムとの間の実行エンジンやり取りっていうのは通常のインタロップよりも何か得
別な扱いをして早くしないと実用性がないっていう、そういう話がそもそもあります。で、じゃあこの仮想実行システム、これをじゃあ自分でやろうとして、じゃあどんなこと考えられますかって書いて、で作ったのはこのスライドです。要は単純にこのスライド書いてあるのは、まずメタデータがこうしてアセンブリやりますよね。そうするとアセンブリをロードしないといけない、アセンブリロードができます。で、ロードするっていうことはメタデータが手に入ります。じゃあそのメタデータから今度クラスをの情報を見立てないといけない、だからクラスロードができる。で、ここまで来るとエクゼキューションエンジンクラスという意味で EE クラスって書いてますけども、まずクラスの情報が手に入ります。じゃあクラスをニュースというと、ヒープ上にクラスのインスタンスができるわけですね。で、クラスのインスタンスのメモリ構造っていうのが、結局フィールドのデータが入っているわけです。で、じゃあその各クラスに対して関連ついているメンバーがメソッドですよね、プロパティである。そうするとそのメソッド、プロパティに関するメンバーのテーブルがある。で、それぞれには今度実装コードがありますから、IL のテーブルがある。で、初回 IL はそのままでは実行できませんので、初回呼び出したときに、JIT によってネイティブコードがある。で、繰り返し呼び出すときに、もう一回 JIT を呼び出したらバイトが変わるので、じゃあキャッシュしていくネイティブコードにバイパスする、こういう仕組みがいる。大体普通に考えるとこんなことが思いつくわけです。で、ちなみにこのコードに入ったメソッドテーブル、まあ MT とか実行時クラス情報、EE クラスとか、こういうキーワードを知ってると、ここは CLR のソースコードを書くときにこれのことだとよくわかります。で、共通型システム、この後実際動かしますけども、長寿仕様の中でこんなふうに書いてます。タイプシステムには基本的にバリュータイプとリファレンスタイプがありますよ。で、バリュータイプにはもう当然プリミティブといわれるユーズインタイプですね。で、それからあとはストラクトといわれる、もしくはインナムっていうユーザー定義のもので、あとはリファレンスタイプですね。で、一応これのタイプシステムっていうのをここに持って書いてますけども、関数型、手続き型、オブジェクト指向にも全部提供される。で、プラスオブジェクト指向としてを継承サポートする。ですから規定クラスが必ずシステムオブジェクトっていう規則がある。で、ここでじゃあドットネットフレームワークは MS コアリングでこれを規定してますし、で、今のドットネットコア 2.0 だとシステムプライベートコアリング DLM っていったことでこれが規定される。で、ちょっとシンプルに作ったプロジェクトもすでに作ってますけども、まずこういうネットコアアップ 2.0 の普通のコンソール系のアプリですね。で、これをこのままちょっと実行かけてみます。まあ別にそんな大した内容が動くわけではないんで、ごくごく普通に、まあこれだけのことですね。で、これがどういう仕組みでまず動いているかっていったところをお見せしようと思っているんですけど、まずここのところですね、見てほしいのは、ドットネット CLI でランってやると、これ見てわかるように、ドットネットユーゼが2つ動いてる。まず大前提。で、じゃあ1つ目何動いてますか？読み込んでるモジュールを見ていくとわかるんですけど、これですね。
マイクロソフトビルド DLL、 要は MS ビルドですよ。要はコンパイルするためのモジュールが最初のドットレットユーザーで読み込んでコンパイルしてる。でコンパイル終わった後に次にドットレットユーザーを呼んでるわけですよ。でこれが実際プログラムを実行するために呼んでる、こういう動きをするわけです。で今度はこれをターゲットフレームワークをFX を呼んだりします。でこれでまたドットネットランをかけます。でこうすると実行時の動きっていうのは微妙に変わり変化します。最初にドットネットユーザーが MS ビルのビルドプロセサーマスと一緒なんですよ。でただこの下にもういきなりテストユーザーが起動してるんですよね。でこれはなぜかっていうとターゲットフレームワークをドットネットフレームワークに貸したじゃないですか。だから CLR を置いてたんです。で先ほどの方がネットコアアップなんでターゲットフレームワークっていう意味ではドットネットコア 2.0 なんです。だからドットネットユーザーがまた動いてる。要はターゲットフレームワークをドットネットフレームワークにするとドットネットコアのランタイムライブラリは一切使わない、そういう形に変わってるわけですよ。ただビルドとしてはドットネットコアベースの C シャープコンパイラー、ロズリングコンパイラーを使ってビルドをしている、そういうふうな動きになるわけですね。で今のは単純にドットネット CLI ベースなんです。でこれからちょっとお見せするのが例えば別にコード自体をこんなに大したものは今のとも一緒なんですけれど、C シャープのコード自体は単純にコンソールライドファイルをやって入力を読んでるだけ、これだけのことです。でこれを今度はドットネットコアアップ 1.1 ベースのライブラリーで誘導します。つまりドットネットコア 1.1 ベースと一緒です。でそうすると普通にコンパイルができるんですけれども、でここで例えば実行をかけてみます。そうすると当たり前のように動くんですよね。でこれこれだけ見ると多分何が起きているかわからないと思うんですけれども、要はこれ 1.1 ペケベースだと BCL は全部 MS コアリブにディスパッチされてるんですっていうことが起きてるんですよ。だから自分で C シャープコンパイラーを使ってドットネットコアコア FX のシステムランタイムの参照を与えてやれば普通にビルドができて普通に動く。これがそもそも1.1 万の時の話なんですよ。じゃあこれ 2.0 ベースになったらどうなるって話なんですね。で今度は参照が 2.0 ベースになるんです。これを実行かけてみるとこういうふうにエラーになります。
で出てきてるのがもうこのバックイメージフォーマットリゼプション要は視点プライベートコアリングの依存関係が読み込みませんっていうそういうエラーです。で要はこれドクレントコア 2.0 ベースの PCL 参照を打つと必ずこうなります。CLR を動かそうとすればそれはコアリブが見つからないからMS コアリブ見てないんですよ。まあ簡単に言うとまあもっとその裏はこれからお話しますけどもこれを動かすためにはドットネットコアで動かすしかないんですよ。ですからドットネットでテストイグを壊してやれば普通に動きます。ただしドットネットコア 2.0 ベースの場合は必ずホストポリシーが必要になります。ホストポリシーランタイテーションですね。でこの今動いた動きっていうのをこれから実際お見せするんですけどでまず使うのは私大概このリフレクターをいつも使うんで、システムランタイムがシステムプライベートコアリングを参照してるんですよ。で、問題はこのプライベートコアリングで、こいつが何を参照してるか。ここに Q コールっていうモジュールがあるんですよ。モジュール2番ですが。で、キーワードはこれです。この Q コールのモジュールと MS コアリングこれがありますけれどもMS コアリングも同じように Q コールを持ってますモジュール2番です。で、この Q コールっていうモジュールは何かっていうと Q コール DLL っていうものがあるわけじゃないです。で、誰がじゃあこのモジュール2番を提供するかっていうと実行エンジンつまり、ドットネットフレームワークの不毛ランゲージランタイムが提供する Q コールっていう動的に作られるモジュールと、CoreCLR が実行時に提供する Q コールっていうモジュールには互換性がないんですよ。で、互換性がないから先ほどバッドフォーマットエクゼプションなんです。関連するモジュールがない。つまり、CoreCLR 2.0 になった段階で要は CoreCLR 対応である限りはベースクラスライブラリーはもう CLR との互換性は捨てました。すべて CoreCLR の中で完結させましょう。で、CoreCLR のドキュメントをですねいろいろ読んでいくとそのドキュメントの中にこういうドキュメントがあります。MS コアリグとコーリングインツーザランタイム。まあ単純に言うと、MS のカーリグと実行ランタイムの中を呼び出す方法。で、ここにいろいろインツーダクションとかディペンデンシーがあって、で、一番ここに重要なのが、要はな、どうして何が MS コアリグを特別扱いしているのかドキュメントがあるんですよ。まあ、この中にいろいろ読んでいくと先ほど BCL の話でしたようなことが全部書かれているんですけれども
アルミウムパンチ、コエンジンはマネージのタイプを知らないといけないし、呼び出すこともある。で、BCL も GC をはじめとして、要は実行エンジンのいくつかの機能を呼び出さないといけない。で、そこに対して、オーバーヘッドをかかったら、ほとんど仕方ない。だから、じゃあ、それをオーバーヘッドを減らすための手法として、2つの呼び出し方を提供しています。それはこのな後ろの方にまた出てくるんですけども、どうやってやりますかっていうのが、例えばここに出てくるのが F コールっていう呼び出し方法と Q コールっていう呼び出し方法です。で、F コールが単純に言えば DL コールの書き方にインターナルコールって書いてあったら、それを F コールと呼びます。で、このドキュメントなんか書いてありますけど、F コールが通常通りランタイムトラブルアッパーを使います。で、それからあと Q コールという呼び出し方があって、で、この Q コールの場合はセーフハンドルを使います。で、セーフハンドルを使うことで通常の GC ワードでマネージドと同じ扱いをします。で、この先ほどモジュールリファレンスで Q コールってありましたよね。あれは結局実行エンジンがメモリを読まれたときに動的に Q コールのモジュールリファレンス実装を実行エンジンが組み立てるわけですよ。だからそこの Q コールから呼び出す関数を呼び出したときは CLR が特別化扱いしていると、そういう類いものになります。例えばどの辺にあるんですか。はい、例えばどの辺にあります？例えばなんかインターナルコールしてるやつはあの MS ファイル の基本的な型とか、うん、アイルスパイとかで見ていくとあるじゃないですか。はい、うん、Q コールはどのあたりにある？ Q コールはいろいろかけてると、例えばストリングクラスの中にもあったりとか。あ、そうですか。いろいろあります。改めて今回の件でいろいろそういうのを調べていくと、そんなことがよくいろいろ詳しいやソースコード上でかけると引っかかってきます。で、そのために Q コール、まあ、F コールを使うためには CLR 上のソースコードもちゃんと決まった手順で、ね、そのテーブルに登録するための手順っていうのがあります。それをやってあげるとこういった特別なコードが書けるっていう。で、BCL がもうすでにお話したように、コア CL にて的はシステムプライベートコアリング DLL に実際に移った。ただ API サーフェスとしてはシステムランタイム、コア FX のままで、という形になったわけですね。で、あと、残りのわずかでドットネットスタンダードの話を。ここまでこう言うと、ドットネットスタンダードイコール BCL じゃないともうすぐ分かりましたよね。で、ドットネットスタンダードはそもそも何っていう話ですけども、要はドットネットパークは要はライブラリーを細かく細分化してパッケージングするっていう思想に基づいて開発を進んでます。で、そうするとプラス実際デイリービルドのフィードを見ても分かりますけれども、アセンブリのバージョンって個々で違ってますよね。要は全部同じバージョンが揃ってない。ドットネットフレームワークであればマイクロソフトは統一管理してますからバージョンバーも揃いますけれども、コアフィックスの場合アセンブリ単位バージョンバラバラなわけですよ。そうするとこのバージョン番号のあるアセンブリはどれに依存しているのか管理が子供の状態になる。じゃあそれを管理しない。で、管理する仕組みは何ですかって言ったときに、それがメタパッケージと呼んでいる仕組みになる。で、そのメタパッケージを決めるためにドットネットスタンダードっていう仕様を作った。で、さらにこのドットネットスタンダードは今回今 2.0最新は 2.0.1 かなになってるんですけども、で、
ドットネットは 1.0 の時は 1.6 だったんですよ。 1.6 と 2.0 では一番大きく違いますっていうのが一つあって、それはネットスタンダード DLL っていうアセンブリがあるかないか。つまりドットネットは 1.0 までもドットネットスタンダードっていうのは実体のないメタバッケージ、つまりアセンブリ間の依存関係だけを論理的に決めてただけです。で、2.0 ではそうではなくて、ドットネットスタンダードライブラリっていうのが DLL として取りました。で、増えたことによって、このターゲットプラットフォームっていうのが、ネットスタンダードっていうのが増えてるんですね。で、ここのところを細かくちょっとこれで伸ばしますけども、これですね。要はこのコードで例えばシステムコントロールクラス参照してますけども、これが実際参照するっていうそもそもどういうメカニズムになるかってどういう制約を持っているか、そこを理解しないといけないんですよ。で、例えばメタデータ、これ実際自分で作ったやつとかサンプルプログラムからメタデータダンプをして、ダンプしたやつから表参照するんですけども、要は関連するメタデータはアセンブリーリファレンス上で、アセンブリーリファレンス上っていうここに書いてあるように、パブリックキートークンと名前とカルチャーとハッシュバリュー、こういうものです。つまりこれが俗に言うアセンブリーアイデンティティ、要は参照しているアセンブリーの1位に識別する情報ですね。で、それに対してタイプリファレンス、このアセンブリーリファレンスの中のどの型を参照しているかという情報です。ここの中はもう名前だけですね。で、さらに型の中のどのメンバーを参照するかということで、メンバーリファレンスというものがあります。要は、型のメンバーを参照するというのは、アセンブリーアイデンティティが同じであれば、このクラスのこのメンバーっていうのは文字列でしか特定をしないんですよ。名前でしか。言い換えると、アセンブリーアイデンティティが同じアセンブリーをできれば、言い換えることは可能なんです。で、それを使ったテクニックが、このベイダーのシーンです。つまり、コンパイル、要は今見たアセンブリーリファレンス表とか、そういう参照の情報をコンパイラーが理解できるアセンブリーだけを壊してあげて、実装なくてもいいですよ。で、実行時には同じアセンブリーアイデンティティを持って、実装コードを持っていくアセンブリーに差し替えてあげれば動くよ。いう装備だけです。で、これによってターゲットプラットフォーム、例えば Windows で動かす、Linux で動かす、MacOS 10で動かす、いや実装コード違うわけですよ。それを同じように透過的に配布できるっていうのは、この仕組みに基づいてるんですよ。で、このベータスイッチのテクニックっていうのは、抜けたパッケージングを作るときに必要になるわけです。で、これが例えば .NET Core 1.0 までっていうのは、ライブラリ作る人がみんなやってっていう。で、あなたがここまでやらないとマルチプラットフォームファイルのライブラリになりませんって言ってたんです。で、それが .NET スタンダード 2.0 が出てきたときに、 .NET スタンダード 2.0 対応でライブラリ作っていただければ、このベイタントスイッチはネットスタンダードライブラリ 2.0 をやってあげますっていう、そういうことなんですよ。つまり自分の抜けたパッケージ作るときに、ネットスタンダード 2.0 タイムでものを考えてる限りはベイタントスイッチが気にしなくていいです。そのために出てきているのがネットスタンダードライブラリ 2.0 っていう今回のものになったんです。じゃあ2.0 の
アセンブリの中に入ってるメタデータのトークンの、まあ、生の番号まで一致してるっていうこと。そうです。あ、そういうことですか。ライブラリはね。オブジェクタブルはだから直接システムプライベートコアリブ DLL とか埋め込んでるから実行できない。だから日本でやればネットスタンダードライブラリ DLL か MS コアリブとかそこにディスパッチするんですよ。で、それが Linux とか MacOS 10に置くときには、あの、逆に言うと実装のものに差し替わってるっていう。だから逆にネットスタンダードライブラリ 2.0 の範囲内で収まる限りはベイト&スイッチは気にしなくていいです。で、収まらなかったら自分でやっぱりベイト&スイッチの抜けたパッケージ作ってねっていう、こういう話です。で、この機能が増えたんでネットスタンダードライブラリ 2.0 って形で、ですから今ビジュアルスタジオの 15.4 以降ですね、ドットネットコアのプロジェクトタイプにネットスタンダードライブラリっていうのが増えたのもその理由です。で、今お話したような話っていうのは、やっぱり素朴な疑問なんですよ。標準仕様に対してどう実装してるか。だから標準仕様って何回ですか君は。何回の書き方してます結構ですけど、読んどくとそこから思う疑問ってたくさんあるんですね。で、当然例えばドットネットコアであれば、ここに書いているアップドメインはもう推奨してません。でも CLI っていう標準仕様ではアップドメインは必須です。で、必須なのとドットネットコアではアップドメイン、クリエイトドメインサポートしてないよって言ったらしてるわけですよ。で、じゃあアップドメイン使ってないのかなと思って CoreCLR のソースコードを調べてみると使いまくってるわけですよ、内部では。ただ複数のアップドメインを作りませんと言ってるだけなんですね。だからそういう意味では CLI 完全に準備してる。ただ API 関係としてアップドメインを使ったらダメよって言ってる。で、マルチパートフォームタイムライブラリですね。これが先ほどご説明したベイト&スイッチの話ですね。で、ドットネットスタンダードライブラリ、まあ、これが結局 API セットを使ったライブラリの関係を管理するためだけの仕組みのためにある。で、この API セットをサポートできる、まあ、多分今後ドットネットスタンダードライブラリー 2.1 になるのか 2.5 になるか分かりませんけれども、また増えるとサポートの API セットが増えると思うんですよ。で、その増えた時に同じ形で進歩していくのか、またやり方が変わるのか、それは分からないです。ただサポートする API セットが増えることによって、自分でベータ&スイッチをノルデータパーティー作らなくても済むという機会は広がっていくのは間違いないです。当然 API セットは今 CoreFX でまだ技術されていませんけど、5回進んでいるのがシステムドローイングコモンですね。で、システムドローイングコモンの中には今 Windows の実装と、それからあと Unix 系の実装、それが入っています。ですからそれが技術されてくるとブラックスケアに関してはCoreFX だけで完結するシナリオが出てきます。っていうふうに、どん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 この辺って変化をしていってるんで、まあ、どうやって分けるかっていうと、それは人それぞれですけど、僕の場合は、やっぱりこの手のコードゼロから読むの一つですけど、壊しにやることって多いんですよ。だから今まで松井さんみたいに試行錯誤でトライしてるような人じゃないと読み切れないですよ。そうですね。じゃあそうすると目的を持って読まないといけない。じゃあ目的って言った場合に羅針盤がいるんですよ。地図が。その地図っていうのは
共同資料数だから共同資料数はやっぱり場所基本として大事なんですね。ということで、ちょうど時間になりましたので発表を終わらせていただきます。はい、絶対こんなの分かんないけどね。質問とかちょっと質問タイム。